ただいまから政府国会を開催いたしますが、黙祷を参拝とお願いいたしますのでご協力お願いします。黙祷。ありがとうございました。ご案内のような大変な状況が今なお進んでおるわけですが、まあ、こういうまさに、国難これに優るものはない、こんな状況であると思いますので、今大事なことは国を挙げてこういう事態に対応をしていくことだと、その基本の上に立ってありとあらゆる手段を駆使をしていくべきだと、そういうことがきちっとした上で、本当にありがたいことだけども世界のいろんな国からいろんな援助の手が差し伸べられておる。我が国自体がきちっとして対応している中で、そういうものを受け入れて協力をいただくということが大事だろうと思います。私は総理がもう会いたいとおっしゃるもんですから、いつかな、これ先ほどといかな、月曜です、日曜です、お会いしたって、申し上げたのは、まさに、国を挙げて対応する、そういう意味では政治的にも一枚岩になる必要があるので、この際、野党も与党も何もない、対策本部に、野党に参加をしてもらう、そういうことをおやりになられた方がいいということをまず申し上げました。ところが全然そういう気合いもありません。残念至極ですね。その時は大変うなずかれておられたわけでありますが、またこういう事態ではもう戦争状態と同じなんで、自衛隊が総動員をすべきだと申し上げて、8000人ということで、そんなものでね足りるはずがない、とにかく全自衛官を集中するということをおやりになるべきだと。そうして指揮官は3軍が集まるんだから、東幕議長を現地に派遣してこれに指揮を取らせると、そういうことをぜひおやりになられた方がいいと。もう自衛隊に、具体的な救援活動の中で、救援物資の被災者への配分も自衛隊員が直接被災者に 手渡していくと、そういうことをしてもらうところまで自衛隊員に働いてもらう、自治体の職員とかいろんな方々が一生懸命やっておられるわけだけれども、とにかく自衛隊が責任を持って一滴の水、一粒のご飯、これが被災者に自衛隊員の手によって届いていくぐらい、そういう活動を自衛隊に誰にならなければダメですよということも、じゃあ細かい話ですけどね、申し上げました。また救援物資等もですね、そういう収容されておるそういう体育館とか、そういう
場面だけじゃなくて普通の市街地についてもやはり物資が不足している可能性高いんだから、そういうところには受け取られるか受け取られない別としてヘリコプター等で水とか最低のそういう食料はヘリコプター等を使って何も受け取り人がいなくなって、上から街角に落としていけばいいわけなんだから、それぐらいな処置を全域について、おやりになる必要があるという、まあ、わと細かいことまで、ちょっと申し、上げました。それから阪神・淡路の時の経験からしても、この被災された方々、やはり 2,3 日経つと広い体育館、寒い体育館で、過ごされるということに耐えれなくなるんで、できるだけ早く仮設住宅にお移りいただくという処置を迅速に取らなければダメですよと申し上げたところ、5000戸今あれしてますけど、5000戸で足りるはずはないと、何万という仮設住宅を直ちに、用地を阪神淡路の時には相内相内だったため、なかなか確保できなかったんで、公園まで仮設住宅を建てるという処置も取ったんだけど、ああいう地域では土地は自治体が確保できるはずだから、プレハブ業者と、これはもう彼にとって儲かる話だから、これを思い切ってこれを発注をして何万個と緊急に立たせ、そこにできるだけ早く体育館や公民館から移ってもらう処置をすぐやらないにはいかんですよという、まあ、ことを申し上げました。それと阪神淡路の時にも、職場を失われた方がたくさんおられたわけですが、あの場合はまだ職場そのものが失われたという方もおられたことはたくさんおられたんだけども、今度の日ではない、今度は町ぐるみ、そこにある中小企業零細企業、会社ごとなくなってしまっちゃってるんだから、被災者の方があとどうやって生活していこうかと、そういう気持ちでおられるわけだから、直ちに経団連に、総理は米倉に会って経団連傘下の企業1社10名ずつ緊急雇用することを約束してもらえたらどうですか。1社10名ぐらいのことは新鉄だろうが、トヨタだろうがどこだろうが、そんなことは簡単に採用できる話であって、これを約束してもらう。また国家公務員、また自治体職員も緊急にそれぞれ何名かずつ希望に応じて、採用するということを、これを直ちにこれを約束をさせて、これを発表すると、そういうことによって家を失い、勤めてる会社を失った人たちが明日への希望を持って、すぐでもそういう気持ちで立ち上がっていくことができるんで、これも緊急に、くださいということも申し上げたわけでありますが、一生懸命、手帳にこう、あこれいいよって言っとられたけども、あこれやってもらえるかなと思ったら、一向に、今のところもう実行していただいている状況がないので、残念です。また計画で、停電についても私も非常に不勉強な点が、多くて、私自身これはあっと思っ後から思ったんですが、森田議員から電話がありまして、今のままこのまま実施させたら大変なことが起きますよと、明日の朝6時半頃から実施をするというんであれば、
在宅治療をしておられる方々、これ即死しますよと、十分その人たちに対する対応ができる時間を取ってやらんと大変なことになります。もう2日間ぐらいその分を産業界において、電力の節約をしてもらうということで、これ時間的余裕お金はダメですよということを森田議員が私に電話で強く話されまして、私もそうだなと思いまして、すぐ、総理に電話を入れたんですが、留守電で入らんもの、留守電の中に私は、まあ、夜でしたけども残ってるはずでありますが、それと官房長官、これ官房長官はね聞いて、いや そうですねということで全力をかけて、そうした時間的余裕を置かないで明日の朝から6時半が実施するというか、さすがにこれはね問題という、枝野官房長官は強い意識を持って、すぐ動きますということを言ってくれました。その戦国この民主党代行も全く私もそう思うと、これは殺人になると、彼も同意見でしてね、彼も徹底的に、動いたってくれたはずでありまして、また岡田幹事長にも私も思い入れましたけどね、まあそこで森田議員の注意喚起な、私アホですからそこまで私自身が計画停電についてね、なかなか気がつかなかったということを恥じるわけでありますが、まあおかげさまで実施がちょっと遅れたと、時間的な余裕ができたということは、非常に良かったと思いますけれども、この計画停電のそのものについていろんな混乱が起きておりますけれども、私はそれをどうだこうだこうで批判するつもりはございません。東電も一生懸命やっていることだと思いますけれども、やはり政治の責任において、政府の責任において、そうした緊急事態において民間が行うことについてあらゆる角度から検討して、やはりきちっとしたものを実行してもらうということを私はやはりやらなければならないということを痛感をするわけであります。まあ、秋さん言わんの？どう？あ、そう。なんだよ。今日から政府と全党の会を。ああ、そういなくなるの？幹事長、政治会議会議の。ああ、そう。ああ、行ってきます。ちょっと言っとけ。俺の許可言ってから現地行って。泥棒猫みたいにいつもそうなんてなことなんだよ。はい、大体そういう、まあ、私なりに皆さん方のいろんなそういう知をいただいて、対応もしておりますけれども、本当に非常事態だと思うんです。こういう時にはしっかりと腰を落ち着けて、しかし、もう緊急に打つべき手を次から次と打っていくということをしなければならないと、このように思っています。我々は連立を組んでいるわけでありますが、連立を組んでいる国民新党との責任があるわけでもありますしね、その責任を果たしていく努力をしていきたい。まあ、自民大臣、あんたを閣内におるわけでありますから、そういう政府の中に直接おるわけでありますから、そういう意味で今後ともですね、ぜひしっかりと頑張ってもらっていきます。ありがとうございました。じゃあ田中大臣。田中大臣、病院からねわざわざ出てきてくれたんですけどね、まあ、16年前に阪神淡路大震災があり、私は知事在任中にも、中越地震という隣県の地震があり、それに関して微力ながらも尽くさせていただきましたが、その2つの経験と今回は全く違うということであります。なぜならば、その神戸の場合には私は地震4日後に 50cc バイクでボランティアとして入りましたが、神戸市に限っても神戸市の中のですね、
被災をした地域というのは 10% の面積であります。で、9割近い地域はですね、その当日の夕方から電気がついていたと。人口にして神戸市の2割強の方が被災をしたという形でありました。しかし今回はもう皆さんご存知のようにですね、大変に長い茨城県から青森県に至る地域であり、そしてそれに加えてですね、津波ということがあり、そして原子力発電所の炉心溶融ということが重なっているわけですから、地域もですね、まさにその都市部ではなくですね、平野部もあれば中山間地もあり海岸部もあると、今までの経験というものをですね、より超えた形でこれは発想を変えですね、選択を変えですね、行動せねばならないと思っております。で、その意味において今亀井代表がおっしゃられたことはですね、それぞれ大切なことであるというふうに思っております。で、衣食住という言葉が阪神淡路大震災の時にも、最初の段階は確かにその食べるもの、着るもの、そしてその寒さを防ぐ場所の衣食住でありました。しかし大事なことはですね、中長期的には、無論まだ救出されてない方がいらっしゃる中で、その救出に全力を挙げることは当然でありますが、意欲と職業と住まいという衣食住があってですね、初めて私たちは家族や地域や人間としてですね、絆を取り戻せるというふうに思っております。その意味においても今亀井代表がおっしゃられたことは大事な点であります。まあ、ご存知のように、衆議院で予算が可決した後、参議院に回っている間にということで、以前から足を引きずっておりましたので、左脚の、人工股関節の全置換術という手術を尼崎の県立病院で受けておりました。と、本来は、3週間の入院ということを言われておりますが、入院自体も早めようと思っておりますし、本日は総会という形で特別外出許可を得て、朝尼崎からやってまいりました。で、この間亀井政調会長、下地幹事長、また森田政務官を通じてお願いをしていたことは、まずは一つはですね、やはりそのテレビの方というのは全国に向けての放送でありますが、私は震災の経験からも、ラジオというものこそ地域密着型であり、郵便局同様にコモンズのものでありまして、 NHK の第二ラジオというものが福島県、宮城県、岩手県、青森県、県域においてですね、ライフライン、医療機関、避難所等のですね、放送を24時間徹するということを総務大臣名で命ずべきではないかと。あるいは NHK が関東広域放送になっている、茨城に関しては茨城放送という民間企業に人員を提供してでもですね、同様のことを徹するべきではないかということを繰り返し申し上げてまいりました。部分的にできている点はあるかもしれませんが、大変に遅々として遅い動きであろうと思います。もう一点、先ほど亀井代表がおっしゃられたことの中でとても大事なことはですね、この最初の段階、それはこの後の支援もそうですが、フェイス2フェイスでなくてはいけないという点であります。これはもちろん地震の規模や形態が違いますので、今後の我々会派としての検討課題であろうと思いますが、実は私は知事の時にもですね、共同募金とは別に県独自で募金を集めるということをいたしました。その時地元のマスメディアや議会の方は、なぜそのようなパフォーマンスをするのかと言いました。しかし私は神戸の経験からしてですね、共同募金会に集まったものは自治体も入って配分するまでに約半年近く時間がかかります。でもその時に必要なものは、まさにお金を出せる人も、あるいは知恵を出せる人も、体を動かせる人も、これに優劣の差はないわけでありまして、私はその時県の職員を、2人から5人、1組で延べ数千人の単位で、避難所は各自治体がやっております。しかし犬がいるので、半壊の家屋があるので、今回の地震はそれをも上回る大きな津波と原発の問題がありますから、一概に同列には置けませんが、だから避難所に行くのがかたじけないという方のところに御用聞きのように回るという形をいたしました。
そしてその時当時の、ユニクロと福助の社長はチキでありましたので、彼らが赤十字に出したという物資だけじゃなくて我々に提供してほしいと、それも直接自治体に送ってもそれは山積みになると、長野県の体育館に直接まずは送っていただいて、徹夜で小さな寒い時期でしたので子どもの靴下も3種類ずつ分別をして、そしてリュックに背負って職員が御用聞きのように歩くという形を取りました。これから大きな問題となるのは、これも規模が非常に大きいので難しい問題でありますが、ご高齢の方であったり寝たきりの方であったり、こうした方々を重篤患者は野戦病院に投入するだけでなく、むしろ西日本の病院にですね、ヘリコプターで空輸をして手立てをするということも大事だと思っております。同時に当時私は、まあ、いくつかの県内の温泉の業者がそうした年寄りの方々を3日4日でお預かりしたいと言いました。各温泉が例えば20人と言っても、自治体に投げれば自治体はうちには寝たきりの方が30人いるからそれは受け付けられないと言います。これはエゴではなくですね、まさに我々は公正な形の中で御用聞きをする中で、しがらみがないからこそそれぞれの避難所の個別の方、あるいは半壊家屋の方に、おばあちゃんお預かりしましょうかと言えば、それは10人であっても7人であっても声を出してくださる方がいる。それをバス協会が無料で運搬をして3日間温泉にお預かりするというような形をしました。これもなぜその赤十字の参加で行わないのだということを当時強く言われました。しかし私はやはり公正ということは何なのかということであろうと思います。ぜひマスメディアの方々も記者クラブという長い歴史があるものの中でですね、おそらく皆さん個人個人感じていらっしゃると思います。それは先ほど申し上げたような放送をするということは、これは強権なのでも何でもなくですね、やはり人々が意欲を持つ形につながることではなかろうかと思っております。今日その他私がルル感じていることはプリントでお配りをいたしましたのでご覧いただければと思いますが、やはり今こそ亀井代表がおっしゃる救国内閣というものが、私は後藤新平とですね、そして、高橋是清と、そして願わくばですね香川豊彦をも加わったくらいの形でですね、この国難を乗り切らねばならないと思っております。残念ながら最悪の事態をですね、残念ながら最悪の内閣の下で迎えるという形をしておりますが、これはフェイス・トゥ・フェイスということであれば、亀井代表がおっしゃるようにまさに自衛隊がですね、全ての場所にフェイス・トゥ・フェイスで渡していくということに、これだけ鍛錬をされ指揮下の下で動ける組織はなかろうと思っております。無論その中でボランティアという形は今回は極めて前2回の私の経験とは異なり難しい局面にあります。しかし多くの方々がお金を出すだけでなく何ができるかということをですね、我々議員7人という小さな手勢ではありますが、その中でまさに地域や家族に根ざした郵便局の方々とともにですね、どのような形のことがまんべんなく広く行うことは無理かもしれませんが、それを、多くの方にご迷惑なのではなく勇気や希望を持っていただく上で何ができるかということは、ぜひこの後もですね、幹事長、政調会長ともども相談をしてですね、行ってまいりたいと思います。いずれにしてもですね、先ほど亀井代表がおっしゃった無計画停電に関しても、その計画を聞いた瞬間にやはり政治家というものはですね、その直感力や洞察力でそれはありえないということをですね、感じ取らねばならないということを私自戒を込めて思っております。やはり100兆円規模のですね、日銀直接引き受けのですね、震災復興債というものを発行することは、これは財政法に何ら違反するものではなく、今回の平成23年度当初予算のですね、中においてもですね、予算総則の中に第5条の正し書きというもの、すなわち特別の場合においてはこの限りにあらずということは適用するとすでに載っているわけであります。そして日銀に対して国が利子を払うということは、それは日銀が引き受けてますから、その利息はそのまま国に戻る形でありますから、これは国民に負担を与えないという形であるというふうに私は思っております。国会答弁のような、官僚答弁のような形でですね、会見を、絶え間なく行うということ、それは個々大変な思いがあられるとは思いますが、その前にやはり国民を冷静に鼓舞しですね、
勇気と希望を与えですね、協力をするという形を我々7人であっても多くの顧問をはじめとする方々 のご助言をいただいてですね、実現していければというふうに思っております。いずれにしてもそのまさに旧国内閣亀井静香代表が提唱されたことが今こそ高橋惟喜をまさに後藤新平の復興、そしてその人の心というものをですね、絆として作る香川豊彦と、この3つの柱というものを我々が提言し実行していくということを微力ながら尽くしたいと思っています。よろしくお願い申し上げます。